はい、それでは、前にもね動画で触れました、上達する人、上達しない人、上手くなる人、上手くならない人ということがありますよっていうことを言いました。まあここでも再度言いますけれども、ゴルフが上手くなる人っていうのはセンスがありますね。このセンスという定義はなかなかいろいろあるかと思いますけれども、このセンスは私の定義としては、イメージしたことを、ね、体現できる人、これがセンス。いやだから俺センスないよっていうふうに思ってしまうことがあるかもしれませんが、実は皆さんここにすぐにというワード入ってないんです、ね、イメージしたことを体現できる、これがセンスなんで、これをできるようになればいいんです。ですからまずスイングの形やそういうものを練習するということではなくて、この訓練を先にした方がいいわけです、ね、そしたらその後でゴルフスイングを作っていくことをやればこうなるわけです。ですから、まあ、よく言われているのはすぐにとか一発でイメージしたことを体現できる、これがセンスだと思ってるかもしれませんが、これは違います。イメージしたことを体現できるのがセンスですから、センスがつくように、ね、センスを勉強していけばいいわけです。はい、それではそのセンスをね、つけるというところで、やっていきたいと思いますが、まあイメージしたことを体現できるということですから、イメージはもう皆さん持ってるわけですよね。もう数々ゴルフスイングを見て、あのスイングいいなと、それはあるわけです。それは真似するけど、まあ、できない。で自分ではこういうふうにシャドースイングしてイメージをつけるけど、じゃあいざボールを打とうとした時にはもうそうならない。これはやっぱりそのセンスというか体現にはならないわけです。でも思いません？それではできてるのに、いざボールを打とうとした時に形が変わってしまう、やりたいことができない、まあ、これは多いと思うんですけど、なんか邪魔してません？そういう時なんか邪魔してません？そういう時自分の思い当たることがたくさんあるんで、ね、まあ、どうしてもやれないじゃん、できないんですよ、やれないじゃん、できないんですよ、何かがちょっと邪魔して、その邪魔するものは何かっていうことをこうしっかりフォーカスしないとですね、やっぱり自分がイメージしたことが体現するということにはならないわけです。これって何かっていうと、私がいつも言っています、自明反力。え、自明反力スイングってよく聞くけど、それってなんかいいスイングのことじゃないのって言いますけれども、自明反力というのはですね、結局歩く時にも何かする時にも全部自分が足をふっと踏んだ時にクッと反発があるわけです。その力を表現した言葉なんですけども、これ何でも、はい、じゃあバッグを持ちます、ね、キャリーバッグを、はい、持ちます、これ地面反力で歩けてる、手だけでこう上げるわけです。手でこうやって上げることすら足を踏ん張ってるから上げるわけです、上げれるわけです、これ地面反力です。ですから正しくは、この地面反力スイングを正しく言うと、地面反力を利用したスイング、正しいですね。地面反力はミスショットにも生まれてます、ね、
地面反力を利用したスイング、もしくは地面反力を利用したボールコントロールがいいですかね。これが、山本道場で目指していくスイングです。まあ、ちょっと話はそれましたけれども、これ今地面反力はどんな場合も利用してますよというところにこれポイントがありまして、これうまく利用するとすごくいいスイングになるんですけども、これミスショットはこの地面反力によって邪魔されて弊害を受けてるわけです。ですからヘッドアップしてしまう、体が開いてしまう、これも地面反力によって自分の体が壊されてるわけですね。ですから徹底的にこの地面反力という力を感じて理解して、そしてその地面反力が働くタイミングをコントロールすると、まあ勝手にですねスイングというのは良くなってくる。でそしてこの山本道場ゴルフ TV でやっているネイティブスイング、これっていうのは何かというと、このタイミングで地面反力は働きますよ、働いてきたからこういうタイミングでこうしてくださいっていうのがネイティブスイング理論なんです。ですからこれからはそのことをですね、まあこういう時にこうする、こういう時にこうするというふうに展開していきたいんですけど、まずは皆さんには力がこのタイミングでこう働いているということを感じるということをやってもらいたいなと思っています。